抱っこ紐、正しく使って危険を回避。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。8ヶ月のゆめちゃんはお兄ちゃんたちが大好き。遊ぶ時だっていつも一緒です。今回パパとママからこんな質問が。抱っこ紐から子供が転落する事故が発生しているって本当ですか？お答えするのは新藤小児科医院院長の新藤静雄先生です。抱っこ紐から転落する事故は1歳未満の乳児に多く発生しています。子供が苦しいかもしれないからと抱っこ紐のベルトを緩めていたなどの理由で子供と密着していない状態で抱っこ紐を使用すると子供の姿勢が崩れてしまい横の隙間からすり抜けて落ちてしまうことがあります。大人が立っている状態では子供と地面の高さは1メートルを超えるため非常に危険です。受傷部位のほとんどが頭部で頭蓋骨骨折や外傷性くも膜下出血を起こし入院が必要となることもあります。どんなことに気をつけたらいいですか？安全に配慮された製品を選び対象年齢や使用方法をしっかりと守りましょう。抱っこをするとき、下ろすときは安全な場所で低い位置で行ってください。装着時は子どもの腕や足の位置など正しい姿勢であることを確認しましょう。また留め具やベルトは緩みのないように毎回調整することも大切です。抱っこ紐の使用中は両手が塞がらないようにして前かがみになるときは必ず手で支えましょう。抱っこをサポートしてくれる便利な製品ですが長時間つけていると大人も子どもも疲れます。疲れたときは抱っこ紐を緩めるのではなく外して適度に休息しましょう。次回はメディアの長時間使用に要注意をご紹介します。番組では子育ての疑問悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。